Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。私はサルです。そして今日は110メンバーのリーダーのライオです。ライ君に来てもらっています。よろしくお願いします。お願いします。ね、今日はね、釣りに来てます。またしても揚げカツやっていこうかなと思います。揚げカツとは何か。そう、それはね、自分の魅力を上げる活動の総称を揚げカツと呼びます。そんな揚げカツをね、今回は釣りとね、もしてね私たちが揚げカツ伝道者になって伝えていきたいと思います。第2回目の釣りだね。うん、ライオン君、あれだね、ライ君は初めてだね。まあ初フィッシングで。そうだね、初心者だから。だからこそ俺がそのね、今からあるアイテムをつけてね、そ、初心者のライ君でも揚げ揚げで釣れるように伝道していきたいと思います。今回使うのはこちら、エンリッチリフトバンド。これをねつけてブラックバスフィッシング、ライ君に徹底的に教え込んでやろうと思います。う、超プルプルでしょいい感じでしょね。これ冷てんな。俺なんかほら、夏までずっと釣りやってたからね、このほてったね、なんていうの、日焼けの肌に最高にベストマッチ。ちょっと待って、すんげえ冷て、あー気持ちいい、すっげえ気持ちいいこれ。よっしゃ、どうだ、ビロビロどうどう、よし、さあこれをつけてがっつりでかいのはい、これをつけてね、がっつりね、でかいの釣れればいいねよし、いくぞ、ビバ揚げカツフィッシングスタートです。はい、それでは第1ポイントに来ました。それではライクね、私が基本を教えたキャスティングちょっと披露してみようか。よろしくお願いします。ナイスナイス、いいね、めっちゃええやん。ナイスロー、いいね、いいよ、オッケーオッケー、全然オッケー。で、ベールをガチャッと戻して、そうです、それで巻き始めてくださいと。オッケーオッケー、いいね。いやでもすげえいいよ、絵はいいよ、絵だけ。あの時々こっち向いてくださいね、寂しいんでまああとは魚次第だもんな、俺たちが待ちぼうけですよ。待つのみ、下には木のみ。おお、え、取れてた、今取れた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 か、すごくなかったですか。ちょっと見てなかったけど、今すごかった、ね、今完全に魚でしたよね。あれ、いただけるのさあ、すごいとこまで入ってきたね、俺たちいいよ、森っていう。ライオンさん、ちょっとカメラ目線ください。こんな感じです行きましょう、釣ってください。釣れるかな。俺がね、揚げカツ指導してるから釣ってくれなきゃ困るこっちも釣ってくれなきゃ割とマジで。ちょっとで、ね、糸をね、こうテンションつけていいよ。ピンと張っちゃっていいかな。ダルダルもいいと。オッケーオッケー、もうちょっとね。で、ルアーの重みを感じるぐらい。どう？いい感じだよ。どうだ？あ、来た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 。負け負け。よし、負け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 。食っただろ。どう？あー、今食ってた。今俺も見えたもん。がっつりがっつり。手応えが。マジだ。あ、こういう手応えなのか。今だ。やべ、面白くなってきた。でしょ？おっしゃ、いいとこ、めっちゃいいとこいった。よし、もう大丈夫、もう大丈夫、オッケー。今超ギリギリだから、こっちはで、かなりテンションを強めて、ラインテンションちょっと強めて、よし、今シェイク。ライン見てわかる。やばい、ちょっと夢中になってきた、俺たち喋る喋る、あ、来た。マジで？マジで？マジで？ダメ？逃げられた？いや、食ってる食ってる食ってる。巻いて巻いて、抵抗は？ダメだ今来たのに。今だって、はい、お疲れ様でした。どうでしたか、ライ君。いやー、まあ初めてで、うん、分かんないとこもこともあったんですけど、うん、まあやってって上達してって、うん、楽しかったなと。あれだね、なんかルアーの投げ方上手くなってたね本当に回数を追うごとに。てな感じで結果釣れなかったんですけど、十分ね、ブラックバスフィッシングの投げ方向上したね。うん、さあさあ、そんな形でね、他にも下のね、概要欄の方に
揚げカツの URL 貼り付けてありますので、ぜひそちらもご覧くださいと。はい、はい、じゃあね、それではね、以上をもちまして揚げカツフィッシング終わりたいと思います。サルでした。ライオンでした。